スノーマンがファッションショーでコーデ対決新企画、東京ソレスノコレクション開幕。9人組グループスノーマンが出演する27日放送の TBS 系バラエティ、ソレスノーマンにやらせてください s p 5 8時は、スノーマンがファッションショーでコーディネート対決する大型新企画が始動する。その名も、東京ソアースノーコレクション、東京ソレスノコレクション、略して、TSC が開幕する。今回の、 TSC に参加するモデルは、スノーマン9人にスペシャルゲストを加えた10人。テーマに合わせてガチで考えたコーディネートをまとい、一人ずつランウェイに登場する。そしてランウェイの先にいる女性審査員5人が、その場でファッションを審査。過半数からダサいと判定されると、業界発の顔だけ残し穴に落下。華やかなステージとは侵略の屈辱が待ち受けている。 モデルたちはおのののこだわりが詰まったコーディネートで華麗にランウェイをか歩するも、審査員から辛から口コメント続出で波乱の展開に。マントの下に隠されたコーディネートに注目だ。モデルたちの運命を左右する審査員を務めるのは、現役、66モデルの藤田ニコル、元、ポップティーンカリスマギャルモデルのみちょぱこと池田美優、元、66モデルの川北舞子、自らファッションブランドを持ち、ディレクターの顔も持つ鈴木紗理奈。 そして本家、TGC、のランウェイを初回から30回以上歩いてきたモデル界のレジェンド土屋アンナの5人。ファッションに精通した辛口審査員たちが、スノーマンのコーディネートをガチ審査する。この秋、TSC で一番ダサい男認定されてしまうのは果たして誰なのか。また、スノーマンと共にモデルとして参戦するスペシャルゲストも登場する。